で、おはようございます。で、週末は楽しくお過ごしましたか？特に中島さん、田中さんとか。あ、そうですか、分かれました。ではですね、今日からはですね、選手の指揮と演者に引き続きまして、で、長見分について説明させていただきます。で、条件文にはですね、比較演者史の話と if 文で、 if else 文、それと if else 文、 if else 文とかね、条件演者史、文字列の比較、論理演者史、スイッチ文について説明いたします。まあ、ここでも同じです。同じなんですけど、質問とかがありましたらすぐ何でもいいですので、現場でもないですし、簡単に気になるところがありましたらすぐ声かけてください。で、まず比較演者史なんですけど、まあ多分先週まではちょっと内容が変わって、比較演者史、まあここで、まあ多分中学とかでは習ったと思いますけど、等しいとかね、こういうような、ね、等しくない表現とか、まあ、異常の表現とかで、以下で、より大きい、より小さい、まあ、このようなことを、まあ、数学でも習ったはずですね。 Java のプログラム言語ではどういうふうにするかというと、こういうような、着もほぼ似てます。ただプログラム言語ではこのままだと理解ができないんで、こういうプログラム、 Java のプログラム言語、まあ Java ではなくてほとんどのプログラム言語ではこういうの表現をやっています。まあ、例えば基本的に、まあ、数値のですね、対象関係を判定するものであり、また null値とか参照値の一致も判定していくことができます。後でサンプルが登場しますので、それを見れば分かりやすいかなと思っています。でですね、ここでは if 文の話で、ちょっと日本語的にもしもならばに該当しますけど、で、例えばですね、雨が降る確率をちょっと考えてみましょう。で、それでそれでベースにして傘を持っていくかどうかね、それをちょっと見ていきますと、もし雨が降る確率が 50% 以上であれば傘を持っていきます。まあ、このようにこの雨が降る確率が 50% 以上であることは条件と言います。で、この条件が、この条件を満たすか満たさないかによって、この下の傘の持っていくかどうかに決められるんで、で、これをちょっと Java 言語っぽくちょっと説明しますと、で、もしもならばの部分、この部分が先ほど雨が降る確率が 50% ですよって話をしたと思いますけど、この P、 この P が雨が降る確率と考えましょう。そうすると P が50以上であれば、つまり雨が降る確率が 50% 以上であれば、この部分が処理されます。つまりコマンドなんですので、この仮説を持っていきます部分が画面に表示されることになると思います。で、この部分を条件式で言います。で、ここの条件が満たされた場合のこの分は、条件が成り立つ時の処理として処理されますよ、ことを意味しています。またこれだけだとですね、初心者にとってはちょっと難しいかもしれないんで、ちょっと分かり、もうちょっとサンプルを利用して説明させていただきます。そうすると非常に分かりやすいと思います。特に中島さんとか、いろんな質問があったと思いますけど、これは多分今日解決ができるかなと思ってます。で、これをフローチャートで説明しますと、先ほどの P がここですね、 P がですね 50% 以上ですよね。こういうような形にすると、この条件式が50以上であれば、つまり条件を満たしてますので文を処理することになります。そうじゃなければ条件を満たしてないんで、フォルスが変えていて、こっちが処理されますよということに、イメージ的にはこういう説明することができます。で、このは一部分のは
フォーマット、まあ形式ですね、フォーマットなんで、こういう書き、まあ文が一つがある場合もあるし、複数ある場合もありますよ。でただしですね、この条件式って言ってるのは、まあこの条件式と全く同じなんですけど、その場合はブーリン型と、まあ多分おととい説明した内容なんですけど、ブーリン型と言いまして、チュルかフォルスかどちらかになります。つまりチュルって言ってるのは条件を満たしている場合、フォルスの場合は条件を満たしてない場合が戻り値として戻りますということは多分説明したと思います。ここまでなんかご質問ないでしょうか。まあここまではまあ理解早いですよね。ここまでに特に問題なければ次に進めます。であとはサンプルなんですけど、まあこの前の話は昨日話した内容な、まあ昨日というか先週ですよね。でこの内容、今の話はここに絡んでますので、でこの条件ですね、 if 文がありまして、 if 文 res が1と等しいかどうか、つまりこのサンプルを見ますと、まあこの部分で今そのままプリントされますけど、1が入力されている場合、つまり1は1と等しいですね、つまり条件を満たしてますから、こっちが処理されます。だからこっちが処理されまして下に降りていきますよ、ことじゃあこの場合は2が入力されている場合、つまりここは2に変わってますと、2は1と等しいですか、等しくないですよね。つまり条件を満たしてないんで、その場合こっちが処理、ダイレクトにこっちが処理されますよ、こと。だから結果的に処理を終了しますよ、と表示処理されます。これをもうちょっと分かりやすくですね、イメージ的に説明しますと、先ほど説明した条件を満たしている場合はこっちが処理されまして、まあ、下に降りていきますよ。で条件を満たしてない場合はダイレクトにこっちにしますよと。まあ、こちらと上と違うところは、ただこっちが複数分ある場合なんで、全く流れ的には同じです。ここまで何か質問あります？なるほど。今のところはまだないですよね。素晴らしいです。中島さん大丈夫です。うん、いい。大丈夫ですか。分かりました。で次はですね、フローチャットがありまして、フローチャットというか、もうちょっと現実的な問題。料金のまず基本設定しても200、料金の小規化しておきます。まず200円としましょう。でこちらでですね、18、まあ年齢が18以下、18より小さい場合はこのように元の金額の2で割って半額を計算して出します。つまり年齢が18より小さい場合は半額にしますよ、こと。でそうじゃなければ大人であれば普通の料金、通常の料金ですよ、こと。で多分皆さん JR 電車乗れば大人の料金と子どもの料金で違う、まあ、学生料金ですね、違うと思います。でそのロジックもこのような形で組むことができ、まあ、利用されてますよ、こと。まあここまでなんですけど、これを利用して今日は行う課題がありまして、ですね、皆さんが今日条件文が終わりましたら、あとはですね、薬局ゲームを入ることができます。薬局ゲームはこちらにですね、概要が書いてありまして、ちょっと少々お待ちくださいませ。で概要が設計書が軽い分かりやすい設計書が書いてます。あとはですね、またフローチャットがありまして、もうちょっと全体的な流れが見えまして、であとは詳細的な内容、ボールとストライクのカウントの方が書いてます。でここで詳細設計書がありまして、またステップバイステップのところ、まあ多分これ、まあ、前回もやったと思います。非常に分かりやすくステップバイステップになってまして、でステップ1ではまずはランダムの3桁の数字だけ表示して、結果を表示してください。終わりましたらメールを投げて、スタッフにソースコードをレビューしてもらってください。であとはステップ2も同様に、でそうするとステップ8まで終わりますとゲームが終了しますので、ここまで楽しくできるかなと思ってます。ここまで来てますけど、特に他に何かご質問とかあります？
質問とかありましたら、まずさ、授業が終わり次第ですね、席に戻っていただきまして、でまた声かけてください。すぐ対応させていただきます。早く終わる方にはその分の、またレビューがありますので、そうするとレビューをしながら次に進んでいきましょう。じゃあ今日も楽しく講演をやっていきましょう。何か他の質問とかあります？まあ、今のところはないですか。分かりました。でそうであれば席に戻っていただきまして継続してください。では今日もよろしくお願いします。